今日は本当に簡単ではないですけどね、ちょっと紹介します。はい。これ、引っ越すと言います。引っ越す。引っ越す。で、もう一個似ている言葉がね、ありますね。はい、引っ越すと引き出すね、漢字がちょっと漢字の、同じ漢字をね使っています。これ結構難しいかな。これ N4 のバーブですね。 N4 ボキャブラリーです。引っ越す、引き出す、うん、まあ引っ越すは to move the other place ですね。ハウス、オーハウス、引っ越す。引っ越す、引っ越さない、引っ越して、なので、1グループです。1グループ。で、引き出すは、プルアウトですね。引き出すですね。これも1グループです。引き出して、引き出さない。引き出します。1グループですね。うん、で、これはプルアウトで、トゥームーブ。で、漢字が似ています。ですけど、引っ越す。引っ越すはムーブなので、ムービングバーブですね。from now、from this room to new this room, new room.引っ越すので、新しい場所、new place は、にですね。に引っ越す。indicate with particle にですね。に引っ越す。うん、for example, 私は今、まあ、山梨県にいます。山梨。で、山梨から、from 山梨から、フィリピンに引っ越す。山梨から東京に引っ越すとか。新しい場所は、にですね。に引っ越す。うん、に引っ越す。からも使いますね。オールドプレイスから。から、おわお。これまあ同じです。How to use it? The same using. 引っ越す、うん。東京に引っ越す、他の場所に引っ越す。で、この引き出す。これ引き出すはですね、プルアウトなんですけど、まあ usually money, プル、out money from your bank, bank account ね。引き出す。お金を引き出す。と言いますね。うん。pull out. を引き出す。うん。を引き出す。お金を引き出す。言います。お金を引き出す。from your bank account.はい、引き出す、まあこのもともとね、はい、I always stream for 漢字。I have explained this 漢字。This 漢字 is a ball. This means a ball. And then this one, この漢字か。
この感じね、うん、この感じ。手でプールですね。bow is arrow か。arrow is by your hand. pull. pull by your hand. そうね。だからこれ、この漢字、if the words that used by this 漢字 that something by your hands, the nuance is by hands ね。うん、まあ、引っ越すとかもね、take a hand, take a、荷物、take your bag とかなんかその、クローズとか、and move ですよね。引き出すね、the basically by hands で、the pull, the door を引くとかね、and then 引いて、出す。これわかるかな財布を引き出すじゃないですね。それは違いますね。withdraw ですね。うん。withdraw。まあ、お金です。お金。財布からお金を、まあ、それね、引き出すじゃなくて取り出すなんだよね。財布を取り出すですけどね。取って出すなんですよね。まず、財布はちょっと小さいでしょ。財布は小さいので、引き出す、ね、もっと、なんだろうな、it's not concrete thing.、Yeah. from your bank account, お金を引き出す。うん、まあ、あとはあまり使わないかな。うん、あとね、the part of your disk like this, this part in the furniture, this part is 引き出し we say 引き出し is noun, has noun, 引き出し、うん、あと何かあるかな。うん、引き出すバーブ is usually the、うん、withdraw ですね。うん、withdraw。And then but ちょっとこれ難しいですけどね。まあ、N1、N2 ぐらいのレベルの、表現です。expression. 引き出す。use the for somebody's talent. 引き出す。means, I pull out your talent. 引き出す。your really talent, 引き出す、うん、引き出す。So something like the consultant and coaching professional,、うん、like this person, 引き出す、ね。The customer's talent, 引き出す、うん。ありますね、引き出す。大体その二つです。大きく分けると。もう有名、よく使う、often used in the more, just to, the money withdrawal, or pull out the, your talent.、うん、お引き出しですから、そうですね。うん、if you go to the bank, yes, お引き出しですか is bank.Banker say to you.、うん、ドロワーです、そうですね。